やあ、アレックス。レポートのサマリーはほとんど完成している。パーフェクト。だが結論がまだなんだ。さて問題だ、アレックス。どうしたら三文星を殺さずに済む？センサーの怪我は良くないのか？本人はピンピンしてるが医者の許可が出ない。そんなことだろうと思ったぜ。君、いつまで待たせるつもりだ？誰だ、あの偉そうな男は。聞こえるぞ。接続できました。いつでもどうぞ。ハワード・クレメンスだ。本作戦は私が指揮を取る。作戦の目的はアルティ旅行に停泊中の新型潜水艦を鹵獲することだ。アルティ旅行と周辺の石油施設の大部分は別の航空作戦により破壊された。アムニだとか、ずいぶん昔のことに思えるぜ。知ってるのか？しかしエルジア軍はその一部を修復し、巨大な潜水艦の補給と整備を行っている。問題です。その巨大な潜水艦の全長は何メートル？正解は全長495メートル。ちなみに全幅116メートル。水中排水量は推定81万トン。溶融金属冷却型原子炉2基搭載の超大型原子力潜水艦です。確かにでかいな。あんたはどこのクイズ司会者だ？デイビッド・モース、ロシア情報局先進兵器分析部の分析官です。なぜここにいない？その必要がないからだ。彼は彼のオフィス、つまり自宅から出ることなく敵の分析をする。ほほー、アームチュアディテクティブってわけか。続けてくれ。僕はこの巨大潜水艦をアリコーンと呼んでいます。アリコーンは潜水艦でありながら空母並みの航空機運用能力があります。また主砲のレールガン2機は強力な火力投射能力を有します。射程も推定400キロ以上。この艦のパワープロジェクション能力は空母打撃群に匹敵します。しかも先行して敵地に近づき、航空機とレールガンによるアウトレンジ攻撃が可能です。さらにこの艦には変わった経歴があります。浸水したのは4年前。移送を終えた後、収益前の試験航行に出ますが、その最中に行方不明になります。その後偶然海底で発見され、乗員356名中330名が生還しました。そこで問題です。アリコンが沈没していたのは何日間？正解は698日。わお、2年間生きてたってのか。15度傾いて着底した潜水艦内でね。それを今さら前線配備するのはなぜなんだ？アーセナルバード1機と IRBM 軍を失ってことと関係があるかもしれません。それでその化け物をぶっ壊せってわけだ。鹵獲だ。これ以上言わせるなよ。アリコーンに大量破壊兵器が積まれているという情報を現地の情報源から得た。情報源？その証拠をつかめれば終戦後の和平交渉を有利に進められるだろう。アリコーン鹵獲のためオーシア海軍から揚陸艦を含む艦隊が派遣された。我々の任務は航空優勢の確保並びにこの強襲鹵獲艦隊の護衛だ。時間をかけると自沈される。艦隊は制空戦闘と並行して行動を開始する。航空優勢が取れる前に艦隊を近づけるのは危険じゃないか？それを考えるのはお前たちの仕事じゃない。要するに政治のために味方艦を危険にさらすってことじゃない。上官から口の利き方を学ばなかったようだな。本作戦には電子戦機部隊を投入する。味方の電子戦支援は強力だ。影響下にいれば相当優位に戦闘を行うことができるだろう。電子戦機の ETA は作戦開始と同時刻となる。出撃するのはストライダー隊のみだ。わお、俺は留守番かよ。ワイズマンは出撃しないのか？俺は司令部で巡哨の指揮を補佐する。作戦の難易度は低い。中隊長抜きでも問題なかろう。
ストライダー隊、機体の準備が整った。待機信号を強化する。鎮魂だ。準備ができ次第出航せよ。拡張戦能力が上がる。敵戦機を失うのはまずい。味方機が来た。
範囲に入った。蒸気が3分線に来たと言ってくる。これでこんなところに。ストライダー雲に侵入。
敵のジャミングエリア内では味方の電子支援の効果が打ち消される。注意しろ。魔法が消えちまうってわけか。そうはさせねえぞ。技術をすり抜けた一発撃ちます。揚陸艦が攻撃を受けている。敵を味方艦へ近づけるな。クリクジスパイ、味方艦と通話するな。総員開艦。ミサイル命中。また駆逐艦が沈むぞ。目標の潜水艦を沈み、この距離から見えるのはなんてでかさだ。すべての敵電子戦機の破壊を確認。いいニュースだ。いざ取りだ。トリガーの攻撃機を停水。これで戦いやってられる。栄養流で3本で。接近中の SU-34 味方機が撃墜。助かりました。
射撃を要し。揚陸艦隊沈めば敵の船を追いで。ミサイル発射。よ
奴に次の計画を手伝わせよう。100万人を殺す計画の余興としての面白い。いや、1000万人を救済する計画だったな、副長代理。よし、行くぞ。派手にやってやる。作戦は完了。次の指示を伝達するまで待機せよ。待ってくれ。あのコウモリ野郎どもは何者なんだ。なぜトリガーを狙う。やつらオーシアの周波数を使ったぞ。味方機だってのか。ありえん。 IFF への返答はなかった。それとも個人的な恨みでも買ったか。戦場で味方から背中を撃たれる話ならよくある。前いたところじゃあったかもしれねえがな。なあトリガー。皆さん、問題です。もういい。回線を切れ。ちょっと待って、切らないで。なぜ彼らは我々が大量破壊兵器の情報を掴んでいると知っていたんでしょう。知っていないとあの手は取れない。スパイ。猜疑心が強いのはいいことだ。少なくとも敵がこちらの手の内を読んでると仮定する必要があります。アレックス、問題だ。マティアス・トーレス大佐、アリコーンの艦長、彼の目的は何だ。目的地の候補は21。そこへの航路は違うな。主要なものだけで2405。論理的すぎるのか。主要の定義を聞きたい。アレックス、もっと感覚的に。感覚的とは。記録にあるトーレスの全発言からコラージュしてみて。重み付けは任せるけど、僕の仮説を参考に。シーパワー、前方投射、敵、チープキルが奪う命。ダメだ。ダメとは。アレックス、続けよう。じゃあもう少し感応的に。周回な16752と救済の消極的。毎分6発の癒しさは安全保障が前のめり。いいぞ。死に瀕する核報復の恋遺書。大量の計画が殺戮報復160ミリ無慈悲ガイダンス。少し論理的に。1000万の救済は大陸間の檻に降るエレガントな殺戮。待って、それ、正解なのか。